はい、タバコの喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、ハイライトでーす。てか、ハイライトのメンソールでーす。こちらはね、リスナーさんに、吸ってみてくれと、言われまして、まあ、吸ったことはね、何度もあるんですが、これは非常にね、大好きな、俺の大好きなね、タバコの一つですね。メンソールのタバコでは、2番目ぐらいに多分好きなタバコなんですけど、まあ、これをね吸っていきたいと思います。タバコをね吸いながらねコカコーラを飲むというのはね結構好きなんですけど、まあなんか一般的にはねコーヒーとかねいう人がいるんですけど、俺コーヒーはあんまりね別に好きじゃないんですよね。コーヒーと一緒には。コーヒー自体は好きなんですけど、別に、タバコと一緒に飲むのはあんまり好きじゃない。まあ、タバコ自体苦いんで、結局、苦いものと苦いもの合わせても大して、なんかごちゃごちゃになって味がわけわからんくなるんで。ね。やっぱ甘いものとね、苦いものを合わせると、なかなかいいです。おいしい。こちらが、タールが10ミリのニコチンが 0.7 ミリ。おいしいですね。非常においしいです。まあ、これはラム加湿されてるらしくて、ラムの味がするんですよね。まあ、ちょっと甘い香りが。まあ、ラム酒も結構俺持ってるんですけど、バカルディのゴールドとか、もうそれで加湿したりすると、また美味しくなるんです。ゴールデンバットもね、ラム加湿、ラムの着工されてるんで。ラム酒で加湿したりするのはよくやりますけど。そうすると、また美味しくなる。まあ、個人的にラム酒はね、やっぱね、バカルディのホワイトがうまいかな。ゴールドラムはあんま買わないですね。あんま好きじゃない、ゴールドラム。どちらかというとホワイトラム。で、ダークラムが、うまいなっつうのは、ダークラムでまあうまいのはマイヤーズのダークラムですね。あれが非常に安価で美味しい。コスパが高い。あと俺買ったラム酒が、キャプテンモルガンのゴールドとか買ったけど、飲みましたけどね、大して、バカルディのブラックも買った気がするんだけど。でもバカルディの8年はうまかったな。もうタバコの話とは関係ない話になってきた。バカルディの8年ね、これ美味しかったですよ。まあ、ミニチュアボトルで買ったんですけど。美味しい。ただね、これはね、俺、肺喫煙すると、もう俺5ミリ以上肺喫煙すると、のタバコを肺喫煙するともう、ヤニクラ起きてね、昨日ね、寝たんですよ。頭クラクラして。ね、頭クラクラして、うわーっつって、気分悪くなって寝たんで。だからあんまりしたくないですね。まあ、口内喫煙、一番美味しい。俺には合ってるわ。あと、
ゆっくり吸うことですね。案外時間かけて、特に両切りのやつね、ショートピースとか、ゴールデンバットとか。はゆっくりすると美味しい。ほんとショートピースとかはね、かなり、ぎっしり詰まってますから、葉っぱがね。だからね、10分ぐらい持ちますよね。10分以上多分持つね。一服するのに。一本吸い終わるのにね、だいたい10分ぐらいかかります。まあ、俺は基本的にこの部屋でしか吸わないんですけど。たまに、車で吸う。もしくは、ゲーセンとかに持ってって、吸う。ゲーセンやりながら吸うとか。はあります。基本的には、吸わないですね。これ部屋でしか吸わない。だから部屋のね、天井のあたりがね、黄色くなってるんですよ。ね。ちょっとそこがあれですけど。まあ、あんまり他人に迷惑かけたくないんでね。特にね、ガラムとかね、吸ったりするとね、臭い臭い言われますからね。特にガラムはね。まあ、俺の、家族はみんな吸いませんから、タバコは。あ、でも吸ってたじいちゃんがね、18ぐらいからずっと吸ってたとかって言ってた。ずっと吸ってて、で、70ぐらいの時やめたんですよ。60だったか70だったか。だから60年間ぐらい、50年間ぐらいか。ずっと吸ってましたね。セブンスター吸ってました。うん。で、今、年齢87ですけど、まだ生きてますね。最近かなりボケが激しくなってね、かなりひどいことになってきてますけど、なんか歩けないとかって、なんか立つのも酔いでない感じで、まあ俺のこの実家の周りみんな死んでますからね。どんどん死んでますからね。今日もなんか葬式で、がどうのこうの言って、誰か死んで、どうのこうの言ってますからね。もうここら辺あれなんだよ。田舎だからもうほとんどじいちゃんとかしかいないんですよ。じいちゃんばあちゃんとかしか住んでないからもうどんどん今死んでますね。ってことで関係ない話でした。ということで、ハイライトメンソールは、四つ星です。ご視聴ありがとうございました。